こんにちは、こげてっちゃんです。今日はですね、自宅からこんにちはっていう感じなんですけれども、どうして自宅かからかと言いますと、今日はビールのお供に銀杏、大好きな銀杏なんですけど、この銀杏の殻を割るこちら、銀杏坊主という工具と言ったらいいんでしょうか、工具じゃないですよね、こちらをですね紹介したいと思います。これですね、あの新潟 の、 あの爪切りで有名なあの諏訪田さんですね、諏訪田さんが出している道具なんですね。ね、ですから、もちろんメイドインジャパンで、品質はね、諏訪田品質でございます。で、作りは簡単です、ね、ここに銀杏を挟んでパチンと割るだけなんですけど、まあ普通銀杏っていうとね、ペンチだったりトンカチでね、殻を割ったりするんですけども、どうしてもね、力の加減が難しくて割りすぎちゃったりね、潰しちゃった経験もあるんじゃないでしょうかね、僕もですねこれ昨年の秋から使ってるんですけども、大活躍でございます。はい、こういう状態でなっております、ね、ここの後ろに、六角ネジがついてます、ね、この付属の六角レンチで回すんですけど、これで、緩めていただいて、ここの口の開きを、まあ、銀杏の大きさに合わせて、ね、やるんですね、はい、でパチッと、はい、どうです、ね、見事な割りっぷりでございます、はい、こんな感じでですね、次々と割っていくわけなんですけれども、ね、ちょっとすいません、やってみますね。はい、ではやってみますね。これで、銀杏をここに、ね、挟んでパチッね、挟んでパチッね、結構綺麗にできますね。気持ちいいですよね、こういう風にね、パチッとね、こんな感じでですね、次々とできますね。これがあればですね、潰しすぎるということはないですね。でこれで、こういうね、茶封筒に入れて電子レンジで、2分かな、か3分で、チンすれば出来上がりでございます。はい、茶封筒に入れて、電子レンジですね、ちょっとね1分半やってみました。はい、こんな感じですね、見ますか、こんな感じね。はい、1分半でいいですね。1分、2分やりすぎですね。1分ぐらいでいいかもしれないです。これおいしい。なんかこの皮になんか栄養があるらしいんですけど、やっぱちょっと剥いちゃいますかね。おいしいです。ベーブ。はい。最高です。ね。おいしく銀杏食べれる道具ね、銀杏坊主ね、これは多分在庫しているのは豊橋店だけだと思います、でもファクトリーや全店でですね、取り寄せできます、通販もできると思いますので、ぜひですねお問い合わせしてみてください、お酒のおつまみに、銀杏大好きなあなたにぜひおすすめしたい銀杏坊主の紹介でした。美味しいな、それにしてもね、美味しい。美味しい。